まろうとしています。人間側代表は浅川陸七段24歳。かつてプロ入り1年目にして新人王戦に優勝した実力者です。まあ将棋ソフトはだいぶ強くなってきまして、レーティングっていう、評価の方法があるんですけども、3300、一番トップのものが3300くらいになってきました。人間だと思う。コンピューターとかに人間は負けないから。いよいよこの日がやってきてしまいました。宇治村先生、来てしまったというのはどういう意味ですか？だってあれでしょう。これでもし人間が負けるようなことがあれば、我々は明日から職を失う可能性もあるわけだし。3300というのは、人間でいうと、非常にトップの方のレーティングになっていますので、そこに今近づいていると。勝っても全然おかしくはないという状況です。負けたとしてもまた次の時に勝てば。その浅川七段を迎え撃つのが、本年度将棋電王トーナメント優勝ソフト開発者の清田栄一さん24歳。なんとお二人はかつて小さい頃奨励会で共にプロを目指したライバル同士だったんです。特に意識はしてません。僕が戦うのはあくまで彼が作ったコンピューターソフトなので。果たして400年の歴史を持つ人間の将棋と最新のコンピューターの将棋、どちらが優れているのか。今日人類はその決着を目の当たりにします。清田さんが作った最強の将棋ソフト、その名は ソフトを開発したのは、かつてプロを目指していた栄一。友達できそうか？友達を作りに行ってるわけじゃないから。負けました。先手6八玉。なんだこの手。将棋のプログラムを作ってみたくて。丸暗記してみてくれ。1週間もあればできる。定石なんかにとらわれない自由な手を指すんだ。動いた。そんなプログラムを育てることができたら、将棋をやめたことにも意味があるかもって。電王戦。プロ棋士と最強のコンピューター、どちらが強いか。特に意識はしてません。僕が戦うのはあくまで彼が作ったコンピューターソフトなので。人間と勝負するとか、どっちが強いとか、そんなことのためにアウェイクを作ったんじゃないって。だけど、たまらなく勝負してみたくなった。いよいよこの日がやってきてしまいました。アウェイクは強いよ。プロ将棋の歴史を変えてしまうくらい。もし今のままこの手を指されたら、アウェイクのプロ負けは目に見えてる。勝敗を超えた感動が胸を打つ青春物語。アウェイクがどんどん強くなっていくのが本当に楽しかった。アウェイク